はい、皆さんおはようございます。今日は天気が良くて波なので、葉山マリーナから、平場それから天台狙いで出たいと思います。葉山マリーナはこのように、自動でドアマークシステムになっていますね。今日は土曜日ということで風もないのでクルーザーの人は多分出てないですね。こちらで出航届を出します。書類を書いたらクレーンに持ってきます。あ、お願いします。はい、はい、いいですよ。どうも。富士山がすごい今日は綺麗に見えますね。江の島も綺麗です。相模湾では平場の実績あんまり自分はないんですけど、今日はちょっと自宅の平場も、あるのでそれの、効果っていうんですかね、それを確かめに鯛も釣れるであろう、亀木根の方に行ってみたいと思います。この船はもう1000匹行ってますかね。作られてからもう20年ぐらいの船で、エンジンもその当時からのものなので、しかもインジェクションじゃなくてキャブレターということで、冬場はねちょっと十分暖気して、まあ、どんな、まあ、エンジンも一緒ですけども十分暖気してから、全開走行に移っていきたいと思います。この船に搭載している魚群探知機はですね、世界のフルノですね、フルノの GPS 魚探、これがついてます。非常にいいんですけども、まあどっちかというとプロ用というか、アマチュアが使うにはちょっと使い勝手があまりよろしくないのが玉にきですね。もともとヤマハ純正のロイヤルっていうメーカーのね魚探がついてたんですけども、でそれはロイヤルが倒産してしまってもうサポートが得られないということで、まあ、故障してしまってからはもうこれに、しまいしてしまいました。ということで、約5分間ぐらいすで、に走りましたので徐々に回転を上げていきます。遠くに前方見えるのが裕次郎灯台と言われる灯台ですね。はい、佐島方面、亀木根方面がちょっとしけ出たので、いつもの江ノ島沖に来ました。アマダイを、狙ってみたいと思います。餌釣りになります。仕掛けは、昨日の夜、作った仕掛けでちょっと工夫しました。2メートルの仕掛けに、下張りには、ガン玉をつけて、潮の流れに対抗してですね、流れないように、で上の針には、浮きをつけて、プカプカ、浮くように、工夫してちょっと浜台の、食い気を誘ってみたいと思います。さてどうなるでしょうか。餌はいつもの、オキアミスーパーハードのゲルです。
たいここら辺は水深が90メーターぐらいですね。それでは行きます。なんでしょう、アマダイだといいんですけどね。なんでしょうか。ああ、やっぱり地雷でした。何か来ましたね。なんでしょう、ちっちゃいな、地雷かな。またホシガレイですか。ホシガレイ、いつものね、ホシガレイと、おじさん人寄りの、人寄りっぽい、なんていうんですかね、これね、わかんないですけど、のダブルでした。なんかハマダイいないですね。カレイはいるんですけど、棚が合ってないのか。これは本命だと思います。どうですか。うわー、マダイじゃない、またカレイだ。なんだ今日はカレイしか釣れないぞ。なんだよ、活性は高いんだけどな。アマダイがいない。なんでしょう。あ、いないか、バレたか。あ、いる、いるな。なんだ、あ、お祭り、あ、アンドアマダイ、お祭りだけどアマダイ、祭ってるけどアマダイ。よし、よし、養鶏アマダイ来ました、来ました、やっと来ました。ビリビリ、さあまた当たりがありましたが、お、あ、これはアマダイでしょうかね。結構重力あります。上級ですよ。おお、突っ込む突っ込む。おお。またホシガレイだ。量計ですけど。棚が合ってないのかな。今日はこいつばっかりだ。美味しいんですけどね。バッテリーがない。お、おっしゃ、アマダイ来ました、アマダイ来ました、よいしょと。よし、今日2匹目のアマダイ来ました。危ない、これ。おわ、すげえ、2つ食ってる。
あ、綺麗ですね。よしよし。うわ、これは、これは結構なんだこれ、ホウボウだ、でかいホウボウだ。でかいホウボウでした。そうですね、いった、やられた。今日の釣果はこんな感じです。ママでした。じゃあ帰ります。ということで今日の釣りは全て終了しました。今日の塩は大塩ではなくて、多分中塩とか小塩とか、塩の動き自体はそんなに干満の差があるっていう、そういう一日ではなかったんですけど、この20年ぐらいの経験からすると、大塩の時は釣れたことがないですね。潮が動かない日の方が、大潮ではない日の方が釣れる傾向にあるような気がします。この動画が気に入った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。